あら、そうか。うん、あれ、そんなヒロさん、今日は何飲んでんのまだ水だよ。えー、えービ、ビビールじゃなくてビール飲んだほうがいいんですかなんかあの、ヒゲさんもなものでないのと、<え>朝だから、まだいいかなと思って <laughs>。朝だから、朝だからビールはいい、ま、俺と同じもの飲みないよ、ヒロさん。な,んないんだよね。 えっあっ<の>フランスにはないのまだメープルシロップが。ププがごめん、かわいそう。ごめんね、うん。なんかカナダとかね、属 <laughs> 国にあるはずのに。うん、うちにメープルシロップがないんで、じゃあ、フランスにいいでしょ。いい、無理しなくていいって、無理しなくて <laughs> いいって、いいっていいって、本当に。あ、蜂蜜とかかな砂糖とかボリボリ食うのかな <laughs> うん、いいともいいとも、うんあ。ということでございましてあの、メープルシロップのお湯割り。えー 僕ら最近これをお湯プルと呼んでおりますけども、お湯プル飲んでおります。いやー、いいと思うんですけどね。うん。ちなみにあの、ダークですね、これは。はい。メープルの水割り、お湯割りです。はい。ね。こういうとこな、こういうとこ。朝からビール。朝からビールってでも相当あれだよね。ダメ人間だよね。はい。いやー、でも皆さんはね、ぜひあの、ヨタ話というか、ヨタ企画ですので、 あのー、アルコール飲める方は飲んでいただいて、無理して飲む必要もないですけどね。うん、お好きなものを皆さん飲んでお付き合いいただければと思います。はい。ちなみにあの豆知識でございます。メープルシルプで四4つの種類がございます、えー。ゴールデン、アンバー、ダーク、ベリーダークと、えー。今の呼んだ名前の順番。ゴールデンから透き通ったような色。で、ベリーダークに行くと、ちょっとあの、濃い色になっていきましてで。僕は今飲んでるのはこのダークというもので、少し雑味が含まれているものになっています。さあ、ということでね。えー パリ13時。あ、パリ十三時なの朝じゃねえじゃん、もうね。でも一番うまい時の時間だね、酒飲むには。うん。朝からでもいいよ。ね。休みなら朝からビールでもいいじゃん。あ、そうか、確かに。ね。あ、覚えてる。あ、ありがとうございます。お酒は入ってません。はい。あ、お帰り、お帰り。何がメープルシロップの、今、メープルシロップのうんちこたれてました僕は。ずっと4種類あるって話をまた。<laughs> ね、そろそろ覚えたでしょ、ひろいくんも。メープルシロップ。<laughs> メープルシロップを語るっていうネタをさ何回かやってらっしゃると思うんですけどそれも持ちネタなんですか <laughs> もう完全にだって今んところ俺を追随してくる人誰もいないからそうだねメープルシロップ職人の人っていないよねまあまあい実際いらっしゃるけど多分それはもう職人として頑張ってらっしゃってまあいわゆる何はい、はい、プロモーションというかさインフルエンサーはいないいなからじゃあ俺がね、うん、じゃあ13番お願いしますはいかしこまりました